今日は富山県にある三井アウトレットパーク北陸小矢部にやってきています。皆さんあちらご覧ください。早速ですがあそこにある観覧車に乗ってみたいと思います。それでは行ってきます。わあ、いい眺めですね。のどかで気持ちいいです。そして実は足元見てください。ここ透けててですね、下が見下ろせるんです。スリリングですよね。ちょっとドキドキしますね。観覧車楽しかったです。あっという間に終わってしまいました。眺めも良かったですし、なんといってもこのアウトレットパークがとっても広いということが分かりました。1日で回りきれるんでしょうか。そして今日はなぜ私がここに来ているかと言いますと、こちらの三井アウトレットパーク北陸小矢部で日本最大級のデジタル掛け軸のイベントが行われるということなんです。デジタル掛け軸って何なんでしょうか。これから店内に調査に行きたいと思います。カメラさん行きますよ。こっちです。わあ、店内広いしいろんなお店があって目移りしますね。あ、ザ・メイドインというお店があります。どんなお店なんでしょうか。行ってみましょう。ここは福井や北陸の名産品が揃ってるんですね。だからメイドインって言うんだ。もう北陸といえばこれですよ、鶏野菜味噌。私も大好き。もう冬になるとこれでお鍋作るの美味しいですよね。こっちはお吸い物がありますよ。これ見てください。お吸い物なんだけどほうれん草のスープカレー、おしゃれですね。あ、ひみのうどんもありますよ。これも有名ですよね。私は北陸には近い岐阜県出身なんですけど、全然お土産のこの名産品のラインナップが違いますね。珍しいものばっかりです。どんなお店があるんでしょうか。本当にいろんなお店が揃ってますね。ちょっとあっちに行ってみたいと思います。2階で面白そうなお店発見しました。拡張現実お化けハンターって書いてありますよ。どんなお店なんでしょうか。行ってみましょう。お化けが、あ、なんか学校みたいになってるんですね。うわー、出てきた。おお、面白い。肉眼では見えないんですけど、こうやって画面を通すとお化けが出てくるんですよ。本当に年齢問わず楽しめますこれ。わー、面白かったですね。もうちょっと2階を散策してみたいと思います。富山旅ナビって書いてあります。観光案内所になってるんですね。面白そう。いい景色ですね。美味しそうな海の幸がいっぱい。こういうとこゆっくり行きたいですね。あ、そうそう、そういえばここでデジタル掛け軸について教えてくださる方と待ち合わせしてたんです。いらっしゃるかしら。行きましょう。あの方ですかね。こんにちは。こんにちは。ウォーカープラス編集部の金城和子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ少しゆっくり話せる場所を移動しましょうか。はい、お願いします。あっち。はい、金城さん、デジタル掛け軸ってどういったものなんですか。はい、私は去年取材に来させていただいたんですが、一言で言うとこの施設を巨大なキャンバスに見立てて光のアートを描くんです。光のアート、はい。どんな風になるんでしょうか。これが去年の風景なんですけど。すごい、めちゃめちゃ綺麗ですね。そう、綺麗ですよね。これさっき私が乗った観覧車ですか。はい、鈴木さんが乗っていらした観覧車も、うん、光のアートの一部として彩られるんです。そうなんだ。ちなみに手掛けているのは、はい、デジタルアーティストの長谷川明さん。はい、約50台のプロジェクターを使ってこの光の演出が行われています。50台も使ってるんですか。はい、すごい。だからだ、もう壁だけじゃなくて足元のところもすごくカラフルですもんね。さらにですね、これは約100万枚の画像をランダムに組み合わせることでできていて、なので
二度同じ映像を見ることってそうそうないんですね。はい、ロマンチック。 その時だけの空間が楽しめる演出なんです。これまた実際目にしたらもっと綺麗なんでしょうね。はい、絶対感動しますよ。わあ、すごい。今年はいつからなんですか？はい、11月23日、3連休の初日からスタートします。ということはもうすぐですね。はい、そこで鈴木さんに、この点灯式のプレゼンターとして参加していただきたいんですが。いいんですか？ぜひ参加させてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。11月23日ですね。この動画をご覧の皆さんも11月23日の点灯式にぜひ遊びに来てください。待ってます。